で次のニュースいきましょう、はい。稲田防衛大臣は28日の記者会見で閣僚を辞任する意向を正式に表明しました。これに先立ち安倍総理大臣に辞表を提出し受理されました。南スーダンでの国連の PKO 平和維持活動部隊の日報隠蔽問題をめぐり防衛省トップとして混乱を招いた責任を取ったものです。安倍総理は稲田大臣の辞任表明後、総理官邸で記者団に混乱させた責任を取りたいという意思を尊重し辞表を受理したと述べました。来月3日にも実施される内閣改造まで岸田外務大臣が防衛大臣を兼務することになりました。安倍総理は稲田防衛大臣の辞任を受けて記者団に国民の皆様に心からお詫びを申し上げたいと述べました。そして任命責任を認めた上で国民の閣僚に対する厳しい批判については私自身真摯に受け止めなければならないと述べました。さらに今回の辞任などをめぐる国会での説明については要請があれば政府として対応するのは当然のことだという姿勢を示しました。まあ、稲田大臣が辞任ということで、まあ、岸田外務大臣、今純ちゃんに伝えてもらった通り皆さんご存知かと思いますが兼務という、はい、で北朝鮮が ICBM の実験をした、もう岸田さんからすると外務大臣でもあるし防衛大臣でもあるし、だいぶ行ったり来たりしたみたいですね。行ったり来たりしたですね。ただやっぱりこの稲田大臣の辞任というのはですね、もちろんあの森友家計の問題もありますけども、これはあの外交的にですね大きな影響を与えるとか安全保障に大きな影響を与えるということはないわけですね。で、加計森友問題が何十万人という方の命を預かっているトップでもないわけですね。それからするとですね、もちろん加計森友問題って大きいですけども、この稲田さんをですね大臣に据えて、なおかつですね切り時を間違えて最後までずるずると引っ張って、結果ですね内閣改造の1週間前に更迭すると、はい、非常に厳しい状況の中で岸田さんに兼務をさせるというですねとんでもない事態を招いたと。これはあの安倍政権のですね中で私は最大級のですね失策だって気がするんですよね。まあ、実質上更迭、まあ、安倍さんそういう形は取りたくないということで最後まで稲田防衛大臣、まあ、前防衛大臣ですねかばうことになったんですが、素朴な疑問なんですけど、なんでそんなかばうんですかね。そうなんですよ、この方がですねとびきり才能があるというようにですね、あの男性だ女性だということは関係なくですね誰もそうは思ってない。しかもあの大体防衛大臣って自民党の中にあるですね安全保障とか基地問題とかですね安保に関する3つの部会があって、そこを経験してですね皆さんなってるわけですね。あの次の防衛大臣として名前が出てるあの小野寺逸夫さん、私も時々お目にかかるんですが、はい、この間も仙台駅であのバッタリ手壊して、はい、そろそろあんたの出番じゃないなって話はしてたんですけど今のは第二次安倍政権の初代の防衛大臣でしたね、小野寺逸夫さん、はい、勉強してですねいろんな事態に対していろんな対処の仕方をですね学んできていると。じゃあ稲田さんがですね本当に私は安倍総理のですね個人的なあの思惑でこの国防というですね大事なところをですね任せてしまったと、これも大失敗どころじゃないと思うんですね。だって二十何万自衛官のそしてその家族の命がかかってるわけですよね。ですから基本的に言うともう南スーダンの PKO っていうのは安保法制を無理やり通してその実験場として南スーダンに無理やり行かせたっていう感じがあるわけですよね。安保法制の裏付けだったと思うんですね。でそういう形で自衛官の命をですね外地持ってって、でその統率がですね稲田さんであり、現地からはですねもう戦闘状態だと、隣の部隊は危ないんだという報告が入っていながらですね文面統制と言いながら知ってた知らなかったということで揉めてたんではですね、報告をどこに上げたら我々の命は守れるんですかという話になってくると思うんですね。まあ、新聞報道を見てみますと稲田さんには二度と市ヶ谷には戻ってきてほしくないみたいなコメントも出てました、ね、非常に今になってあの我々聞こえてこなかったやりというのですね、かなりあの強い口調でですね自衛隊幹部あるいは防衛省幹部を叱責してたと、どれだけの根拠があってどれだけの知識を持ってですねその方たちをたしなめてたのかということからすると、叱られている側もですね本当に納得してですね叱責を受けてたのか、
そこら辺の不満が今回一気に出てきてですね、こういう修羅場になったんじゃないかって気がするんですね。だからその、まあ、安倍晋三さんというね、一回総理大臣経験して、まあ体調も悪くなったりとか、内閣が崩壊したということで、その総理の座から降りて、その後、まあ権土朝来、今の第二次安倍政権を作った時には、まあ盤石の体制に近い形でスタートして、お、以前の安倍政権とは違うなって思われてきたんだけど、5年弱の間に、やっぱりかっていう、これ自民党内でのその、まあ期待外れっていうところもあるんですかね。そうですね、あの第一次安倍政権のですね失敗を多くの方がですね、例えばその赤木の大臣、はい、あの絆創膏をつけて出てきたりですね、あるいは結果的にはですね自ら命を絶たれた大臣とかですね、選んだ閣僚がいろんなことをしでかして、その結果としてですね安倍さんは責任を取るような形では体調崩されてしまったと。そこがあの第一次安倍内閣の特徴だったと。で、第二次三次、この間の加計森友問題の最大の欠陥は、その閣僚ではなくて、安倍さんの個人的な、例えばご夫人が個人的に非常に親しい加計さんであったりですね、あるいは森友さんであったりと、その安倍さんの私的なね、こういう関係が小泉時代招いたと。そこが第一次と違って、第一次はですね、安倍さんがお友達として選んだ人たちが失敗したと。ところがこの稲田さんの問題が起きてからですね、あるいは今村復興大臣の問題が起きてから、第三次政権って両方だと、そのお友達でも大失敗してる、閣僚も同じことやってるじゃないかという状態がですね、ガクンと支持率を下げた最大の原因だったと思うんですね。まあ、あの要とも言われている菅義偉官房長官も、まあ、直接お話ししたって1回だけ番組出てもらいましたけど、今の気持ちの中では俺が支えてきたのになんだようちの親分はって お気持ちもあるでしょうね、これね。特に加計森友問題に関して言うとですね、総理の個人的な交友関係ですから、あの人と付き合うなこの人と付き合うなっていう状況はないわけですね。閣僚であればですね、これは更迭した方がいいと、例えば今村復興大臣の時にもあっという間にですね、これは変えないと持たないという状況が出てきたと思うんですね。ところが個人的なことになったら俺支えようがないよと、なんでその人とこれだけゴルフやるのよという思いになってくると思うんですね。そこらがやっぱり国民が見ててですね限界だなと。だから今回の稲田さんの更迭というのは1週間守りきる体力をすでに失ってたと。高い1週間ですけど、これを突っ張ったらこちらの体力は持たないというところまで来てたと思うんですね。そうでなければなんとか持ちこたえて、この閣僚の交代という形でですね、傷つけないでなんとか前場する形があったと思うんですけど、そこまでの力がすでになかったということからするとですね、相当弱体化した内閣だなという気がしますね。ただその 弱体化した内閣っていうのは、実は我々国民にとっても非常に迷惑のような話で、例えば支持率がそんなにこう挽回できなくても、盤石な、なるべくその盤石な地味でもいいから新しい内閣をこの3日の日には組閣してもらいたいですよね。おっしゃる通りでですね、これ支持率回復のためにサプライズなんてね、やったってもう絶対見透かされると思うんですよ。あ、こんなところで点数取りに来たってダメだよと。そうじゃなくて地味でいいから、とにかくここ支えていくということであればですね、これだけ見放した国民もですね、とりあえず安定しようという方向に流れると思うんですね。いわゆる受け皿がないから、そっちしっかりしてくださいという形になると思うんですけど、サプライズを狙ってももう体力回復にはならないと思いますね。ですよね。で